皆さんこんにちは。本日はものづくり匠の技の祭典2017にご来場いただきまして、誠にありがとうございます。さあ、大変お待たせいたしました。ただいまよりこちらのステージにおきまして、東京都板金工業組合、東京都建築板金技能士会によりますオニータ加工を実施いたします。金属の転生延性を生かした板金技術による銅板加工、自社仏閣の唐破風屋根に設置する鬼の制作過程の実演がご覧いただけるということですので、ぜひ皆様ステージ前にお集まりいただきたいと思います。お席もねありますので、ぜひおかけになってごゆっくりとご覧ください。それでは皆様よろしくお願いいたします。どうも皆さん、いつもお世話になっております。東京都板金工業組合の建築板金技能士会、それと銅板研究会の、スタッフ、でございます。毎年、お世話になっておるわけでございますけども、今回は、皆さんが高いところにあって、低いところでなかなか、目線で見られないものをここに展示いたしました。まだ、3分の1の制作過程しか終わっておりません。これまでに90人区職人さんが丸1日かけて90人の人間がここまででございます。残りあとその90人区ぐらいかけると立派なものができるんじゃないかなと思っております。我々の伝統工芸の技術の粋をここに持ってきたといったわけでございますけども、日本の建築板金の歴史というものは、ここにいるお客さんも私よりもよく分かっている方がおられると思いますが、すべて外国から渡来したものが最初に九州、それから出雲、それから中部、それから関東でこう花開いたわけでございます。我々は東京都の板金工業組合ということで、先輩たちの手ほどきを受けながらここまでやってきたわけでございますが、まず一応解説ということで、本来他にいろんな資料あったんでございますけども、いろいろ手続き上ちょっと不備がございまして、私らの方で現在あるものの中で説明を務めさせていただきます。まずこれが一般に言われるところの唐破風ということでございます。いわゆる一般に建築の社寺仏閣に取り付けられている鬼と言われるものとは、趣を意味しております。この鬼をご覧になりたい方は、後ほど我々の板金のブースへ来ていただければ、ご説明をしてくれる方がおります。まずでございますね、この上の部分、ここにつくものが、ここに何種類かの鳥ぶすまというものがあります。これはこれです。もう少し小さいものがこれです。これはあくまでもこの唐破風の大きさに合わせて作るということでございます。これが3つつきます。まずこの部分に、切り込みを入れましてスポッで、次にこう、これが3つつきます。こう、今の予定ではこの鳥ぶすまの表の面、ここにあるように金箔で貼り付けて、化粧を施そうかなという計画でおります。これが鳥ぶすまでございまして、鳥ぶすまという字が非常にこう難しい字でございまして、地方によってはこの鳥ぶすまをスズメ、鳥が止まりやすいようにできてるんだよと、ある意味で理解してくださって結構なんですけど、スズメが止まるから、地方によっては
これはスズメだよというところもあります。カラスではないそうでございますが、はい、これが鳥ブスマでございます。まあ、ちょっとした簡単な、姿絵でございますけども、次に、このカラハフというものなんでございますけども、このカラハフというものは、なかなか皆さん、お目にかからないんじゃないかなと思いますけども、間違ったことを言うと困るので、少し読ませていただきます。このカラハフは、日本の建築の中では、代表的な建築といたしまして、法隆寺の金堂、それと桂離宮、それと、二条城の中にこのカラハフの、御殿風のものが載っております。まるっきり同じというわけではございません。はい、これは我々一同が、今日のために、考えて独創的なものを作ったつもりでおります。次にこれは菊です。菊の花です。これを打ち出しました。菊ですね。で、他にこの辺に雲とか、波とかいったものが、完成した暁には皆さんの、お目に、触れることになると思っております。と続きまして、この中で一番これ目立ちますよね。これ非常にこれが、これですね。これ青い、海の波と書きまして、私もつい昨日までは青海波と呼んでおったんですけど、本当にはこの青海がですね、かではなく青海波といったように、呼ばれているようでございます。これです。はい、でこれが菊で、この上に、鳥ブスマが乗っかってスズメが乗りやすくなるといった形でございます。この大きさを決めたのは、一番後ろのお客さんから見て理解できる範囲の大きさにしようということで、この大きさが決まりました。これ以上大きくてもちょっといろいろと、具合が悪い部分が出てきますので、この大きさに、お客さんの目線の大きさに合わせてこれを作りました。はい、カラハフに対する説明はこれで終わります。質疑応答って別にないでしょ、ね。はい、続きまして、また違った形のものをご説明いたしたいと思います。ご説明どっちでもいいの。この右の方にあります、スタッフ2名が今日は球体の絞りを実践させていただきます。球体を1枚の板からですね、ちょっと、丸くして半球をこしらえ、半球2つで、球体になるということでございます。一番初めにこういった平面でございます。平面を次の段階でこの通り順次を追って半球に仕上がっていくわけでございます。まず一番大事なことは、何が大事かということは、やっぱり球体の面積を先にすることが一番大事な過程でございます。ここにこうなります。こうでございます。球体の面積を知るには、まず球の大きさを書きます。そしてこの球の大きさ半分がこちらに書いてあります。ところがこの中で真ん中から直線縦に上げて、この45度の角度で引きます。この
45度の角度で引いた長さ、これが球の半分の直径、半径になってきた。それで円を描きますとこの面積になるわけですね。これを半球の絞りの面積になって、それを2つ合わせると、球体になると。でもう一つは大事なことは、これが円筒だと考えてください。円筒の中にこの球が入っております。ところがこの円筒をぐるぐるっとこう回転させて一回りしますと、円周がここに出ます。高さかける円周イコール球の面積、これは実際に私たち、計算してみても合うわけなんです。こういうことを、事前に知っておきながら球体の作業に入っていくわけでございます。じゃあ以上、こんな説明でお分かりいただけたかなと思います。名人は難しいことを言っておりますけど、我々一般的には 3.14 かければ大雑把に出るわけですね。それに合うところを組み合わせるハゼを作ると、そういった簡単な説明をしないのが名人でございまして分かることは言わないでこちらのスタッフ2人が球体の絞り過程を実演させていただきます。それともう一つは、あとこの一番上につきます、さっき言ったトリブスマでございますね。トリブスマの絞り方を実演させていただきます。こちら実際に作ったものでございます。こちら渡していいかな、見て。あ、いいですよ、はい、いただきます。なんか名人が回してくれと言ってよろしかったらこれが表面積の計算でございます。元で65ミリの大きさになっております。これが表面積の大体の、まあ、ほとんどでございます。そして、それを円筒状に大体こんなように丸めます。そして、後ろを見ますとこんなようについておりますけれども、これを寄せていきます。寄せていきながら、こちらに横から見るとこうカーブをつける。それを繰り返しながら、反らしていくわけでございます。これはなかなか高度のテクニックがいるわけです。実際にはそちらの150の大きさのトリウスマをここでやりたかったんですが、非常に大掛かりな形になってしまって、そして、ね、叩くことによってものすごい音が出るんで、今日は小ぶりでやらせていただくようにお願いいたします。補足させていただきますと、これが仕上がった形、これは当然小さいから他に入るものでございますけど、ただ 3.14 で割り切れないところが名人でございまして、この反り、これを我々は反りとか照りというふうに言いますけれど、この辺はちょっと計算上じゃ出なくて、職人の勘でこれを作っていきます。要するに型があるわけではないので、叩きながらこう形作っていくわけです。これもそうですね、さっき私説明しましたね。これも大雑把な型はあるんでございますけど、これ一つ一つを全部これハンマーで叩いて、で裏側でこう押さえるものがあって初めて、まあこういうふうな工具でございますけど、こういうものが市販されてないで全部自分で作るわけです。で作る品物によって工具を作らなければいけない。工具を作るだけでも何年間かかる。そういった部分があるので、ね、ね、我々と工具っていうのはものすごく重いものでね、ちょっとこれ鋼です。単なる鉄ではなくて、単なる鉄だと刃まで叩くといや、子供じゃ持てないかもしれない重いですよこんなもの持ちたくないですでも
実感ってありますよね、持ってるものの重み、これが職人と工具です。足の上に落とさないでください。なかなかこういうものを持つことはないでしょうから。気をつけてくださいね。ボス時にこうやって、そうです、ここで叩く。なんか重い方がなんかこうありがたみがあっていいと。軽いとね。面白い。はい、すいません、はい、どうも全部の方に触っていただけなくて申し訳ないんですけど。じゃあしばし解説者をお休みしますのでご覧になってください。こっちは縮めてるんでしょ。伸ばしてる。大きさは広げてる。これは、ね、今ここで3人の名人が叩いておりますけど、こちらは品物を広げてる。でこちらの二人は縮めてる。叩いて縮める。ええ、ってのは工具の違いわかりますよね。鉄の金具で叩くと銅板は広がっていくんです。でこっちは木槌ですから小さくなってる。これは違うことやってる。全然。こっちは広げてる。こっちは縮めてる。それを皆さんご覧になってるわけです。こっちは縮めてる。あっちはうんと大きくしてる。はい。ね、はい、面白い。今叩いてこうなるわけです。こう、そうです。これいや今作ってもこうなります。あれそこにサンプルいっぱいあります。同じです。これ順序って言いますと、これがこれです。で、これが次にこうなってと。で、
これが次にだん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 こう丸まっていく、ね、これが広がるんではなくて縮まっていく、こうあの向こうの2人が叩いているのがこれです。だん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 こうね、こう違い分かんない同じイメージ、ね、はい、で、この辺になるともう完成形です、ね、これがこうなります。そうすると球形になります、はい、これは型がなくてああやって自分たちの勘だけで叩いていきます。どん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 。そうするとほら僕これこれ台だよここに乗っかるストンすごいよねあとで仕上がった後で、はい、おー別に型があるわけじゃなくて長年の勘でこう叩いていって最後にこうパカッとあなりますね。少し補足させていただきますと、銅板そのものの金属というものはこれ自体炎で温めます。そうすると真っ赤に焼けるわけでございますけども、普通鉄その他は水の中に入れると硬度を増しますけれども、銅板は水の中に焼却つけても硬度が硬くならない、柔らかくなる。それを銅板の特徴なんです。本来から言いますとこちらの球体の型の使っている材料は焼きなましがしてあります。そしてこうして叩くことによって硬度を増してくるわけです。これを繰り返す。それで硬くなった場合にはまた炎の中に入れてなますわけですね。これは通常焼きなましということを言われております。で私は今これ全然なましておりません。面白いでしょ。銅板の市販のままで、やっております。なぜかこういうことを私がやってるかというと、あ、でも一気にできますよ両方。最後に銅板の硬度を増し硬くするために金槌で表面を全部叩かなきゃならない、そういう苦労がいるわけですね。その苦労を省くために全然なまさないで形にはちょっと時間がかかりますけれども、やる方法もある。で私が一番初めもう35年くらいになりますけれども、ついた先生が秋元英樹という先生、この人は絶対になますな、なますな、なましちゃいけないよという先生でございました。そんな中に私はもうすでに5年も10年も経ちまして先入観というのに入ってしまう。それで私今こう生さないでやることを無理してもやっております。生せば楽なんです。楽なんですけどまた表面積を全部叩かなきゃならない、そういう苦労もいるんですね。でこちらの球体をやってる方は生してあるあの材料でございます。だから黒いです。でもう硬くなってくるともうある程度あの絞れるんですけども、それ以上はちょっと無理になる。それともう一回火の中に入れてもう一回なます。だいたい3回ぐらいなますことによって半球が出来上がります。そして大事なことはその中でまた大事なことはこの皆さんが使っているこのとこですね、これが全部研磨かけて光っております。そして金槌も最後に仕上げる金槌も鏡のように光っております。そうすることによってできた作品も
コードを回して、ヒカヒカに光るわけです。ですから、道具というものを非常に大事にします。でこれはヤギが入っておりません。こちらのとこも入っておりません、生です。でも鋼としては 45C っていう鋼を使っております。よく光ってるでしょ普通の鉄とは違う。コードの真下鉄を使って加工したものです。中には取れるやつもあるんだけど、これはまた鍛金の技術をやるには一番初めに球体のことから勉強していく。これができるようになると次にワイングラスのグラスだとか修理しなきゃいけない。コップだとかその場合これはこうなってるから直しやすい、潰れるようになります。だからわざとこう分ける、これここで作ってるものはここまで仕上がりませんからちょっと、はい、はいはいはい、ええ、ちょっとこうなります。ええ、これはつけないです、ええ、これはこのままです。あ、そうです。これは作ってないですけど球体だけです、ええ、大丈夫ですよ。今日ご覧になってもあれ仕上がらないから先に仕上がりを見た方が。はい、焼きながらやる、焼き流しながら、あと粘りが出る。だいたい樫ですね。なんか前のオフィスや皆さんにお目にかけられるのか、すみません。これこう。そうっす。いや、これは別のものをくっつける。中に、右の人と左の人ではスタイルが違いますね。どこが違うか皆さんお分かりになりますか。こちらの人は手前から前へ絞ってる。向こうの人はハンマー内側へ向いております。それだけの違いがある。実際には向こうの眼鏡かけてる人の方が絞り方が正解なようで、形はね。これもやっぱり。ところがある時佐藤三平っていう先生がいたんで、その人がこういうスタイルだった。で私もそのスタイルで、手前から外に向けて絞る形になってしまった。どちらでもいいんじゃないかなと私は思います。一般的にはええ、外から内側へ。これ落としたのがへこんだ場合にスタイルで倒すためにこう外れるようにしてあります。ええ、飾りですけど、どうですかね、厚みがあるんです、ね、それともう一つ大事なことは、絞っていく過程で一番端が重なってしまう。ここは餃子の皮で作ったように重なってしまうわけですね。重なることは切れを生じてしまう。絶対に重ならないようにこう絞っていくわけですね。絞りを焦りますとどうしても固まり重なります。それは丁寧に丁寧に重ならないように絞っていきます。これも合わせて作るんですよ。 R これにパッと合うよ。ピカルかな、フレンザーかピカル。1日でできますよ。分かりますよ。だって割と違うものを叩いて合わせるわけだから、これだけで1日かかりますよ、売り物じゃないからね
通の家庭には必要ないもんだよね。ちょうどこのパコン。あ、これに、下からね、水を入れて、これを付けがあるんじゃないですか。あ、いや、ないです、ないです、それはないです。水の勢いでね。だからここに強力な、ね、水流をつければ回転します。ただその回転の仕組みがどうなってるのか私には分からない。はい、前の方ですけど、前の方しか見られないですけど、すみません。取ります。これが名人技ですね。あ、これは別のものをつけた。あれやってる人も知ってますけど、鈴木さんって言ってね、鈴木飾り工芸ってところでやってます。女の人もこれは楽しくないけど、こっちは楽しいな。面白いな。ここに乗っかるんです、ちょうど。ええ、大事なことを忘れましたけれども、絞っていく過程におきまして、我々貝型っていうね、型が必要になってくるんで、貝型ですね。実際に、これは90ミリかな、90ミリの型を作っております。で、これが90ミリの深淵でございます。これを中に入れたり、外の型で作っております。これが中です。で、金属の不思議なところは、コンパスで丸を描くときにですね、コンパスの支点がありますね。その支点を押してするんですけど、その支点がこう叩いているうちでも消えないんですね。ですからコンパスの支点は必ず外に出して、そうするといつまで経っても残ります。どんなにただ綺麗に仕上げても研磨して、削らない限りは残るんです。それを忘れない。サービス。同時にそれを中心にしましてね、この中心とコンパスの中心、余分なところはハサミで若干切ります。そして最後にこういう定盤がちょっと来ておりませんけれども、定盤という平らな鉄のところに、要するに鉄のペーパーね、あれを引いておいて、そしてこれをゴリ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 擦るわけです。そうするともう精度でいうと100分の5ぐらいまでは仕上がってまいります。それを2つ合わせて本当の球体が出来上がる。そこまで、時間はかかりますけどね、本物に近づく。そして本物を一つできると、また二つ目は楽にできるようになる。それが我々はもう何十個と繰り返して、それから次のものにチャレンジしていくわけですね。で、もう一つは今度は逆に下からこっちに突き上げていくように、絞るんです。そうするとここがとんがってまいります。それで逆にこっちがとんがったところが中間からまたこう中に絞っていくと、円形、グラスですね、とか
夜間でいうと手を持つところですね。そういうものが出来上がってくるわけです。それを繰り返すわけですね。まあ、これからお鍋のしたいと思えば真ん中を平らにして塩をまた絞っていくとお鍋の形になっていくんですね。それはやっぱり面積を知らなきゃならない。面積を計算してそれから絞りに入っていく。で銅板の板厚も今これ我々やってるのコンマ4ですけど1ミリとか 1.5 ミリとか上げていくと器の社会に入っていくんですね。重機の中に入っていく。もう時間じゃん。ご覧になっている皆さんの興味と集中力はあれが私たちがいる間にどこでできるんだろうというふうに見てるんだと思うんですけど、あと8分しかございません。時間がまず仕上がらないと思って見てください。しかし先ほどからだいぶ丸くなってきましたよね。皆さん銅板のこの色の違い気がつきます。これ下の要するに銅要するに工具と上のハンマーがピタッと合わさって銅板が変化している時だけ光ってくるんです。これはフレーザーとかで磨かなくても光る。だから叩きのまだ甘いところは、ね、光が全然鈍って、上のピカピカのところはもうほとんど完成形に近いということです。この銅板っていうのは皆さんご存知でしょうけど、金属の中で一番古くからできた金属ということですね。銅器、いわゆる昔は貴重品なんで銅という言葉ではなく赤金という言葉で表されたりしました。次に銅の後にできたのは鉄でございますね。まあ、金がいつ頃出てきたのかって私にはちょっとわからないんですけども、今こちらの安倍さんというんですけど、前の方で聞いてる方は今こちらでやってる人のもう素材がもう我々で通称で言うともう絞れなくなって、銅板が硬度を増してもう絞れなくなって、いいかな、通称もう骨を折ってるわけですね。こちらで叩いてる工具、これ金槌ですよね。音こっちで叩いてるのが木槌。音木槌で叩いているといくら叩いてもああいうふうに光ってこない。ね、それで金槌で鉄の工具と間に銅板を挟んで叩いているとああやって光ってくる。磨いてるわけではなくて、ね、こっちは絶対光ることはないけれども、第二工程として金槌で叩くわけ。最初はこっちで1、こっちが2ですね。で光って色がきれいになっているところはほとんど完成形に近いと休憩してるわけです。その色はこれに近いわけですよ、ね、はい。で木槌で叩いている限りは
ずっとこの色、光らない。ね、で、金槌で叩くとこういう色になる。これ別に磨いてない。だから何度も同じことを言うようですけど、これ見て光ってる部分ってのはほとんど完成形に近い。あそこは手で触ってみると分かるけど、休憩してる。ただ何度も言うけど、あと多分 2,3 分しか時間ないでしょうから、残念ながら私がさっきお見せしたこう合うことはないというわけだ。なんかありましたか。どうぞ。これが実際の大きさ？これ？大きさ、あのでっかいやつは？これがこれよ。そうそう。さっき渡してやる。そろそろ終わりに近づいてきますので、結論言いますとこうくっつきますね。こう、これがトリブスマでございます。こうで、あとこうと。で、繰り返し申しますと、これが地方によってはスズメが止まるからスズメ語りみたいな感じ、スズメと言われることもあります。日本も広いからいろんな呼び方がありますね。まあ、いずれにせよこういう格好になって、多分ここに、ね、あの正面飾りをつけて、多分このように金箔飾りといいますか、で仕上がってくると思います。多分1年後には完成したものを皆さんのお目に、触れられることだと確信しております。繰り返して言いますと、ここだけで一人の人間が90人いくかなと、あと残り90人ぐらいで仕上がるんじゃないかなと、一応試算しております。できれば完成してピカピカになった姿を皆さんに、お見せしたいなと。むごいよ、あと1年頑張って完成に向けてやっていきたいと思います。ありがとうございました。さあ、ただいまねお時間になりましたので、皆さんじっくりとご覧になっているところかと思いますが、終了となります。改めまして皆様ありがとうございました。さあ、いかがでしたでしょうか。匠の技が織りなす板金加工の素晴らしさ、実感いただけたことと思います。こちらの作品なんですけれども、こちらですね、東京都板金工業組合東京都建築板金技能士会のブースにおきまして、この後展示されるということでございます。もしね、こちらご撮影されるという方いらっしゃいましたらね、お急ぎいただければと思います。さらに、こちらのブースなんですが、10ゾーンにございまして、金属の転生延性を生かした板金技術による作品の実演展示販売に加え、板金工具を使ったホイッスルレリーフの制作体験なども行っているということです。ぜひね、この後ブースにもお立ち寄りください。それでは、東京都板金工業組合東京都建築板金技能士会の皆様ありがとうございました。どうぞ大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。はい、さあ、それではここで会場内のリポーターに、つないでみたいと思います。三上さん、出展ブースのご紹介お願いいたします。皆さんこんにちは、レポーターの三上です。匠の技を見られる、ものづくりを体験できるイベント、ものづくり匠の技の祭典2017、私は今地下2階のメイン会場に来ています。こちらの会場では衣食住工とテーマごとに大きく4つのエリアに分かれ、それぞれの優れた技を見るだけではなく自ら体感することができるなど、どなたでも楽しんでいただくことができます。今回は約50の職種
団体、企業が出展しています。さて、それでは早速ジュエリアにあります印象ブースからレポートをしていきたいと思います。さあ、たくさんお客様もいらっしゃいますが、ぜひお話聞いてまいりましょう。お話をお伺いするのは東京都印象技能士会会長の田淵さんです。田淵さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、今回のですね、こちらなんですけれども、どういった団体になるんでしょうか。私ども印象技能士会は、皆さんが普段お使いになる実印、銀行印、認め印を、彫っているハンコ屋の職人です。で、よく、お客さんが印鑑屋さんとおっしゃいますが、我々は印鑑というのはこういう形なんですね。よく役所なんかに実印登録とおっしゃいますが、あれは印鑑登録といって、こちらを登録される。で、我々はこちらを彫って、はい、ですので印章店、ハンコ屋さんの職人の団体です。なるほど、はい、印章、そしてハンコということでございまして、もう職人の方今回たくさんいらっしゃいますけれども、さあ、こちらに展示もございますね。これ原寸なんですけれども、とても細かいですね。あ、こちらが実際のものでしょうかね。すごい、これを実際に職人の方々が作られているんですね。一文字一文字手で彫っております。一文字一文字手で彫られて、いや、こちらなんかもうすごい残っている部分が少ないので、ちょっと彫り間違いなんてしてしまいそうですけれども、それをしっかりと彫られているんですね。そうですね、あの一文字一文字集中して、最後の一文字で失敗するともう一回やり直しになっちゃいますので。なるほど、本当に気の抜けない作業かと思いますが、まあ、こういったように今回作品も展示されておりまして、このように販売も行っているんですね。はい、ぜひ一流の職人の技で、ハンコゴム印を、お作りいただければと思いまして、販売もやっております。なるほど。さあ、そしてこちら実際の手元の映像がありますけれども、奥見るとビデオカメラがありますね。あ、これ今実際の映像がこちらのモニターに流れているんですね。そうなんです。あ、すごい、なかなか手元作業で皆さん見づらいかと思いまして、ちょっとこういう形を撮らせていただきました。今回のこのブースではこのように手元のアップもご覧いただけますので、ぜひご注目いただければと思いますが、実際にですね、実演をされている方もいらっしゃいますので、ちょっとお話を伺ってまいりたいと思います。さあ、こちらで実演を行われております増澤さんにお話を伺ってまいります。増澤さん、よろしくお願いいたします。お願いします。すごい、すでに細かいですね。こちらどのような作業をされているんでしょうか。これはゴム印というものを彫っています。ここ今ことぶきっていう字が100個入っていて、これ110といって、まあ長く健やかでありますようにというような願いを込めて彫ってます。そういった思いが込められて彫られているんですね。今実際に彫っているところを見てていただけますでしょうか。ありがとうございます。では匠の技、皆様にも見ていただきましょう。オレンジ色と黒いところを境をですね、こう掘って掘り進めていきます。線に沿ってオレンジ色の境と、はいはい、この細い線が間隔が狭いので、そこを潰さないようにすごい慎重に進んでいます。隣の線と混じっちゃうともう字にならないので、やっぱすごい慎重に作業してます。いや、細かいですね。気をつけてる部分などはありますでしょうか。そうですね、1個点が取れたり線が間違ってしまえば、もうそれで、商品として成り立たないので、やっぱ絶対間違えちゃいけないっていうところを気をつけてますね。籐が切れなくなったらすぐに自分で研いで、すぐにまた掘るというような注意をしてます。なるほど、詳しくお話を伺いしました。ありがとうございました。さて、そしてこちら田淵さん、まだ体験コーナーも今回あるんですよね。私どもハンコ屋、本来は、今見ていただいたような木のハンコとかゴムのハンコを体験していただきたいんですけども、道具立てとかちょっと、難しいものですから、よりこう身近に接していただくために、石のハンコ作りというのをちょっと体験コーナーで企画してみました。なるほど、石と聞くと掘るのが難しそうだなと思うんですけれども、こちら職人の方がついて実際に実演をしながらこう一緒に掘り進めていく感じでしょうか。そうですね、比較的柔らかい石を使いまして、文字一文字を白抜きで彫っていただくんですね。で、文字の方は私どもがお入れしますので、お客様は彫刻体験という形になります。で、難しいところがありましたら私どもがちょっと
手を入れて、完成品を目指すという体験コーナーになってます。なるほど、3人気のある体験コーナー、ぜひ皆様ご注目いただければと思います。さあ、そして移っていきますと、こちらには道具などの販売も行われているんですね。体験していただきまして、ちょっと興味を持っていただいたお客様に、石だとか、それから道具を、ご購入いただけるように販売コーナーも設置してみました。これはちょっとハンコの体験終わった方、買いたくなってしまうんじゃないでしょうか。ぜひご注目いただければと思いますが、私ども副会長であります、販売担当しております。ちょっとなるほど、お名前を伺いしてもよろしいでしょうか。望月と申します。望月さん、さあぜひ皆様に何かお伝えしたいこと一言ございましたらお願いいたします。そうですね、突然言われてもあれなんですけれども非常に楽しいですから、体験していただいて、ぜひともこういう、天国なんですけれども、続けていただくと一生の趣味というか、やっていけると思いますので、皆さんのご来場をお待ちしてますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは本日皆様にお話を伺いしました。ありがとうございました。さあ、それでは次のコーナーに参りたいと思います。同じく10エリアの寝具ブース、さあお話伺ってまいりましょう。いらっしゃいました、こんにちは。さあ、今回お話を伺いしますのは東京都寝具技能士会、野原さんです。野原さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。野原さん、いろいろと卓越技能賞、現代の名工ですとか、他にも厚生労働省ものづくりマイスターなど、たくさんのですね、肩書き持たれておりますけれども、さあこの団体、どのような団体になるんでしょうか。私たちは東京都寝具技能士会といいまして、皆さんがお使いになる寝具を製作する職種になります。で、寝具といいますと、掛け布団、敷布団、それから座布団、その他にですね、検定試験で、製作いたします、こちら一級技能士はこの貝巻きを、製作するということで。なるほど、貝巻きというものなんですね。こちらどのように使うものなんでしょうか。これ貝巻きは主に昔掛け布団の代わりにこう使っていたということのその名残になるんですけれども、肩の部分までしっかりこうくるんで、かけられますので、寒い方の地方の方には結構暖かく使っていただけるということになります。なるほど、これが一級の試験のものということなんですけども、さあそういった展示も行われておりまして、こちらにも座布団がございますけれども、こちらの座布団、いやーすごいふかふかですね。そしてここにいろいろと工夫が凝らされておりますけれども、こちらも手縫いで行っているんでしょうか。周りはですね、ミシンでこう縫っていくんですけれども、あとはもう綿を入れてからはもう全部手縫いでこう仕立て上げていくという形になります。すごい気持ちいいですね。結構皆様もですね、触っていかれる方多いですけれども、今日はこちらも含めて販売も行われているそうでして、なるほど、皆さんにいろんな作品を紹介させていただいているんですね。すごい気になるのが顔写真がついていますね。それぞれ作った方の制作者表示ということで、作った方の表示をさせていただくとともに、外国人の観光客の方にも分かりやすくということで、こちらの方に英語表記ですね、でこちらの方もさせていただいています。であとちょっと中でちょっと分かりづらいんですけれども、あちらにフランス語の説明もちょっとさせていただいてますので、いろんな国々の方が来ていただいて、一応寝具というものはどういうものかっていうものをお見せするのに、ちょっといろいろ工夫をさせて、いただいてます。これは海外の方にもぜひご興味をお持ちいただきたいですね。そしてたくさんの方いらっしゃいます、この体験コーナー、こちらでは何をされているんでしょうか。こちらは先ほどこちらにあるんです。そちらに、この小座布団を製作していただくその体験をやらせていただいてます。でこれは私たち職種が一番最初に勉強していく課題なんですよ。で一番作りやすいというのも一つあるんですけれども、これよりも小さくなったり大きくなったりしますとだんだん難しくなっていくんですね。でこれが一番優しい製作ということで、それを皆様に作っていただくということで、やらせていただいてます。でそこに貝巻きの製作者がいますので、なるほど、一級を取られた、はい、
いろんな職種の方、いろんな、制作 しましたこの、寝具ですね、こういった制作者、皆さんここにいますので、はい、聞かれたらその方に振りまして説明をしていただくということで、はい、顔写真も載ってるので分かりにくいですよね。あと今回試し寝もあるということで、そうですね、実はそちらの方にですね、昨日メインステージで制作させていただいた敷布団、あちらの方を皆様にお試し寝ということで寝ていただくことができます。藤田さん、そこいいですか、そこの布団でお試し寝させていただけますので、はい、ぜひ皆様ご注目いただければと思います。最後に何か皆様に一言お願いいたします。はい、この寝具って言いますと、いろんな一番大事なのって敷布団なんですよ実は。で、敷布団って必ず皆さん睡眠時に使うものになりますので、その睡眠時にいかに快適に寝ていただけるかということを深く追求して、で実は私たちは木綿の素材に注目して制作させていただいています。木綿と言いますのは睡眠時に一番大事な、弾力性、保温性、通気性、吸湿性、排出性、この5つのバランスが全部持っている素晴らしいバランスで持ち合わせている繊維になります。で、あと世界中の綿畑で18億トンの二酸化炭素を吸収して、13億トンもの綺麗な酸素をこう生み出す地球上で最も環境に優しい繊維と言われています。それを素材を主に使って製作させていただいています。そんな思いも見ていただきながら、ぜひともこのコーナーご覧いただければと思います。それでは本日は野原さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、地下2階メイン会場からレポートをお届けしました。